あ、へえ、異物録でありがとう。どうだ、何か見つかったか。どうだ、やんちゃが過ぎたようだな。どうだ、急げ。どうだ、何か見つかったか。私のところに来る気になったのかい？ご無沙汰しています、不動教。私に用があるなら客まで聞くよ。ついておいで。わかりました。そうだ、荷運びの報酬を渡しておこう。様に会いに来られたんですか？望遠鏡で二郎さんが見えてから、お師様お待ちかねでしたよ。はて、この子は俺を知っているようだが、以前来た時いたか。あ、君はマルルクか。驚いたな、その格好。だが、確か君は…いや、その…どうだい、似合ってるだろう。あ、はい。それで何か土産はあるのかい？ええ、いろいろお持ちしましたよ、不動教。ほう、珍しい瓶詰めばかり持ってきたね。こりゃ西ベオルスカの文字かね。
こっちのは見たこともない。なんと書いてあるんだ。怪獣の舌を越した肝とともに塩漬けしたものだそうです。珍しい味がお好きと伺ってキャラバン船から買い付けました。右手の瓶は虫の銅を干したものだそうです。これ完全に酒のあてだね。どうだい、一緒にやるかい。クイッとさ。明日も早いのでお手柔らかに。もちろん分かっているさ。Thank you.
よっ。Thank you.
ょっと、よいしょっと。Thank you.
よっ、はっはっ、へい、お帰りなさい。どうやら炭窟組合の指定した依頼をこなせたようですね。いかがでしょうか、ハボルグさん。もちろん合格だよ。やっぱり俺の目に狂いはなかったようだな。俺、お前さんの黒笛だ。おお、よく似合ってるぜ。これで探掘できる場所もさらに広がるってもんだ。どうだ、ワクワクするだろう。俺もしばらくぶりにアビスを深く潜りたくなってきた。俺の力が必要ならいつでも声をかけてくれ。